こんにちは。こんにちは。みさきです。渡中です。はい、始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日は短い髪の毛の方でもできるおしゃれに見えるポニーテールの方法をご紹介します。はい、短いとやっぱりね、ポニーテールだったりとかまとめ髪ってやりづらいですよね。皆さん、そのやりづらい髪の毛でも簡単にできる方法を美咲さんに今日は伝授してもらいます。ということで今日のポイントは、ポイントは、短い人は襟足がまとめにくいので、落ちてきちゃったりとかするので、それを2つに上と下で分けて襟足の部分を逆リンパするのがポイントです。なるほど、はい、そうすることによってね、綺麗できっちり止まって、はい、なおかつ若々しく見えるポニーテールの方法になりますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、それでは動画どうぞ。寿司三昧かい。今日使うのはシリコンゴムを2つ、シングルピンを2つ、ダッカールを2つ、ヘアゴムを1つ。スタイリング剤はオイルとミルク。ヘアアイロンは32ミリのコテレを使っています。まずスタイリング剤をつけます。オイルとミルクをワンプッシュずつ出して手のひらで混ぜていきます。内側から毛先、表面と伸ばしていきます。まず上と下でだいたい耳上くらいから半分に分けていきます。ダッカールを使って留めておきます。私の場合は量が多いので2つ使いますが、髪の毛の量がこんなに多くない人は1個で大丈夫です。下の髪の毛をまとめて耳の高さくらいでゴムで結んでいきます。根元の部分に空洞を開けて、下から上にくるりんぱしていきます。毛先をキュッと締めます。こうすると下の髪の毛がしっかりとまとまります。上の髪の毛を下ろして後れ毛を取り分けていきます。前髪の横とこめかみくらいの高さで振り分けてシングルピンで留めておきます。反対側も同じように前髪の横とこめかみくらいの位置で下ろして留めておきます。ここの隙間が埋まるくらいの幅で取れたら OK です。上と下の髪の毛をまとめて手ぐしできれいに面を整えていきます。くるりんぱした位置のこのゴムの部分にまとめられたらゴムで結んでいきます。上と下の境目が見えなくなるように上の髪の毛のこの部分を少し下にほぐします。表面の部分も少しずつほぐしていきます。上の部分もボリュームを出すようにほぐします。ゴムの部分を隠すようにヘアゴムをつけていきます。ほくれ毛のシングルピンを外して巻いていきます。こめかみの部分は内巻きに巻きます。前髪の横の部分は外巻きに巻きます。コテを1回転させて毛先の方に少し滑らすだけで形がつくので、あまりグリッと
2回転とか3回転しなくても大丈夫です。反対側も同じように、こめかみの部分は内巻きに1回転させて滑らせていきます。前髪の横は外巻きに1回転させて毛先に滑らせていきます。巻いた髪の毛を少し裂きながらほぐしていきます。ほぐした髪の毛のバランスが整ったら完成です。こんな感じで完成です。はい、ということで、ブタクさん無事終了しましたね。はい、ありがとうございます。やっぱね、短い髪の毛だったらね、やっぱ襟足がやっぱもうまとめるのが難しいんで、はい、まあ、そこをね、しっかりとゴムで結んで、で、逆リンパすることによって綺麗にシュッとした感じでまとまります。はい、で、そこのね、一個ポイントとしては、やっぱゴムをきつく結びすぎてもあかんし、ちょっと緩く結びすぎてもダメ。はい、きつく結んだらね、逆リンパしにくいし、緩く結んだら、ね、緩んでくるしみたいな感じで、程よい感じでね、その髪質によってね、あのゴムの大きさももちろんそうなんですけど、何周巻くかって結構変わってくると思うので、ぜひね、皆さん何回か試してみて、自分のベストのゴムのきつさを探してみてください。で、美咲さんね、結構ちょっとまあボブって言うと、まあ肩ぐらいのボブなんですけど、まあ後ろのね、こう襟足をこうまとめれてゴムで結べる長さであれば、全然ね、あの今のこのアレンジでできますので、ぜひ、ね、自分のこう襟足をこう持ってみて掴める方はお試しになってください。今日もね、動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またやるんかい。